ら珍しいわね。天霧が笑うなんて。少々思い出すことがありまして。まったくもって。面倒ごとですか。世まいごとに耳を貸すな。ただ己の務めを果たせ。あんたは新選組に仇をなした。しかし今の私には君たち新選組と戦う理由がありません。
だが侮辱に侮辱を重ねるのであれば、新選組も会津藩も動かざるを得まい。次にまみえるとき、互いが協力関係にあることを祈ろう。思い出し笑いってこと？Amagiri が思い出したのは、きっとあの方々のことでは。アマギリは心配性ですから、北方に立たれたお二人が気がかりなのでしょう。ええ、お聞きの言う通りですよ。ただ心配なのではありません。気にならぬとは申しませんが、
彼らの行く末に不安はありません。今の斎藤を憂慮する必要はないでしょう。出会った当初はいずれ潰れるだろうと思っていましたがね。そう簡単に潰れるわけないでしょ。だって彼女がそばにいるんだから。難しいことをおっしゃいますね。女性を守るために強くなるのが男だと。風間を倒しちゃうなんて、気持ちの力がないと絶対できないことでしょ。ええ、打折は鬼に劣ります。羅刹の弱点は少なくありません。基本的な性能差はそれ以外の何かで埋めなければ。久しいですね、斎藤。
あんたは。正直見違えました。垢抜けたように見えるのは、君自身のこわばった部分が全てきれいに消えたからでしょうね。アマギリ、どうしてトナミにいる？この国の東方に住む鬼の様子を伺いに来たのです。今は動乱の世ですから。彼女に話があるなら家に寄るといい。あいつのことだ。きっとあんたを歓迎するだろう。いえ、結構です。せっかく血の縛りから解かれた彼女に再び鬼の存在を意識させたくありません。千姫もそのように望んでいます。覚えていますか、斎藤。私が考えてほしいと願ったことを。答えは見つかりましたか？俺の中には見つけられたと思う。俺たちの存在そのものがおそらくあんたの求めている答えになる。自分でも不思議だと思うが、あいつの存在を感じるたび、あやふやなものが明瞭になる。思いを言葉にすることは難しいと思う。だが、俺はすでに知ったのだから、次は少しずつ他者に伝えていこうと思う。武士の志を、俺が尊いと思うものが何なのか、時間はかかるだろうけれど、必ずいつか理解されるものだと思う。期待していますよ。
では、私は戻ります。いずれまた。